ベルナルト・エル・フェリン派は、オランダの科学者である。有機合成科学、特に分子ナノテクノロジー、均一系触媒を専門としている。フロー人間大学ストラトン科学研究所で、分子科学のヤコブス・ファント・ホフ特別教授であり、大学の教授であり、オランダ王立芸術科学アカデミー科学部門長も、務める。分子マシンの設計と合成が評価され、ジャンピエール・ソバージュ。 フレーザー・ストタートとともに2016年ノーベル化学賞を受賞した。1990年代、世界で最初の一方向に回る光駆動分子モーターや、後に電気的インパルスによって駆動する分子自動車の功績を残した。初期に高学特性分子スイッチを提出し、その後も彼の研究グループは各種分子スイッチの開発を行った。 これまで100人以上の PhD 生徒を指導している。2016年現在30以上の特許を保有し、650回以上の査読論文を発表しており、3万回以上引用され H 数は90以上である。ありがとうございます。